今年で9回目を迎えた神戸マラソン。ランナーは2万人、沿道には60万人が詰めかける一大イベントです。各地で交通規制が行われるため、応援時の移動には電車が欠かせません。そこで便利なのが神戸マラソンワンデーチケット。11月17日まで神戸三宮駅から西舞子駅間が。 1>, 1日600円で乗り放題。山陽電車の主要駅で購入することができます。大会では山陽須磨駅から西舞子駅まで電車とランナーがほぼ並走します。今回はワンデーチケットでおすすめのスポットを巡ります。 スマウラ公園駅にやってまいりましたある方と待ち合わせをしております山陽電車の伊藤さんですよろしくお願いします早速ですがおすすめの応援スポットどちらになりますでしょうかはい、えっ、ー、とあちらのスマウラ公園でございます三殿の伊藤さんに案内されたのは円形になっている広場ランナーにとっては10キロ過ぎに当たりますなんて声かけましょうかね <laughs> 折り返しまで、ね、もう少しですよ 長くなるで <laughs> 当日はスマダイによる応援も楽しめますまた応援に欠かせないのが、あのー、スティックバルーン,ルーン三連の駅で配布されていてスマウラ三条遊園に持参すると割引を受けることができますもう一つのおすすめはスマウラ公園から西へすぐの源平合戦ゆかりの地 平熱盛塚付近まさにこれ至近距離で選手と触れ合えるなかなりワイドにロングに選手のことをずっと見ることができますね広瀬さんファイはいはいはいこの一帯は潮風を感じつつ名物の船による放水や大漁旗も期待できます続いて電車へ おすすめの景色があるそうですよ滝の茶屋駅なんですけれどもそちらの駅の景色はすごい綺麗でしてあの雑誌とか、えー、とミュージックビデオとかにも取り上げられるいい駅となっておりますそれがこちら空と海のコントラストが絶妙です車窓を楽しみつつ山陽たるみ駅で下車 駅から5分のところにあるカレー屋さん、コロハ一番人気は、キーマスペシャル15種類のスパイスが入った深く濃厚なルー、そして、ウコンが入ったターメリックライスが香りを引き立てますめっちゃくちゃスパイシーですね。<laughs> 後から、この辛さがこう、えますね。はいはい、すまた、店長が一番力を入れているのが、ひき肉。鶏と豚と牛、三種類のお肉、使ってます。それぞれ、のお肉の調理方法を変えてますので、その食感を楽しんでいただければと。ボリュームたっぷりの、テイクアウトメニューもあり、マラソン観戦にぴったりです。 さらに2階に上がるとわあ、なんとかわいい空間2階は店長の奥さんの食器屋さんです懐かしさと温かさが漂いほっこりする器に洗練された器など盛りだくさんです作家さんのそれぞれ個性が出る器なのでそれがすごい面白いところですね 普段使いのセンスあふれる一品ぞろいお土産にいかがでしょうか続いては垂商店街にある久の丸いパンインパクト十分の名物がやみつきドッグ丸ごと1本のきゅうりがソフトフランスとドッキング衝撃の組み合わせですが相性は合うこれ このソースまた後を引く感じですねどんな風になってるんですか内緒ですえー、内緒, <laughs> 内緒めっちゃ知りたい <laughs> パンに合うように全部仕込んでますこれ味の秘密はピリ辛のタレに8時間漬け込んだきゅうりそして秘伝のキムチソースですマラソン応援のお供にいかがでしょうか、ね、最後にやってきたのが 舞湖公園駅真横にある舞湖公園は明石海峡大橋を見上げる絶好のロケーションですこの形フォルム向こうまでずっとついてますよはいあの先にはアー青い島も映っております当日はサンバやよさこいのほかジャズにグルメ新鮮野菜水産加工品なども販売されます 応援するのも走るのも楽しい神戸マラソン。三電では毎年10人ほどが完走するそうです。西舞子付近では三洋電車と並走することもできましたので、非常に思い出深いマラソンでした。長谷川さんも走る。横に三電も走る。伊藤さんあの来年走るしかないですね。はい、まあ前向きに緊張したいと思っております。ホンマですか、はい？はいはいはい。じゃあ伊藤さんの勇気がまだ見られるかもしれませんね。三電代表ですよ。三電、はいはい、代表で、はいはい、頑張ります。 ワンデイチケットで神戸マラソンを思う存分堪能してみてはいかがでしょうか。